嬉しい結果だな。ファーガス神聖王国は新王ディミトリがセイロス教団への協力を表明、帝国との全面対決に向けて軍の再編を進めている。レスター諸侯同盟領では盟主クロードが反帝国派と新帝国派の小競り合いを演じながら表面上は中立を維持していた。一方、エーデルガルト率いるシュヴァルツァ・アドラー・ウェイヤは王国と教団との全面対決に先駆け同盟領の制圧を決断。リーガン家の領とデアドラ攻略を見据え、その橋頭保とすべくミルディン大橋へと軍を進めようとしていた。まもなくミルディン大橋への攻撃を開始しますが、その前に良いですかな。このような話、貴殿以外には聞かせられませんのでな。話とは、エーデルガルト様の叔父にして帝国の摂政アランデル公のことです。あの者は今はエーデルガルト様の協力者ということになっていますが、実は独自の戦力を持って動いています。我々とは別の企みがあるようなのです。先生も覚えておいででしょう。5年前に策動していた者たちのことを、ソロンやクロニエ、彼らこそがアランデル公の手先だったのですよ。先生、彼らが貴殿の父の仇だったというのは重々承知しています。その仲間と手を組むとなれば苦渋どころではない思いがあるでしょう。しかし彼らは戦力として現状不可欠。エーデルガルト様も強く反対しましたが、サイロス教団という恐ろしい者たちを相手取るに帝国軍だけではこうせません。アランデル公の率いる者たちは教団に強い敵意を持っています。敵の敵は味方ということですな。ホドラが統一されるその時まではですが、その先は今は口にしません。ただ私もエーデルガルト様も貴殿の力になりたいとそう思っています。彼らはエーデルガルト様にとっても家族の仇のようなもの。前皇帝である父は彼らに操り人形にされ、多くの兄弟姉妹が実験の末殺された。我が主の身の上は貴殿も聞いたでしょう。その上での苦渋の決断なのです。できうる限りの手は私も打ちます。貴殿にも協力を頼むことがあるでしょう。どうか
このことを心に留め置きながら、今はただエーデルガルト様のため戦っていただきたい。私の心よりの願いです。いらっしゃい。こちらですね。ありがとうございます。またの。レスター諸侯同盟領の要地ミルディン大橋を攻略する。クロードは必ず援軍を送ってくるはずよ。それまでに決着をつけるわ。相手は列女の異名を取るジュディット卿。油断せず確実にここで討ち取ります。出なければ勝利とは言えませんな。
命が危なけりゃ逃げろなんてあの坊やには言われてるけどさ、そうはいかないね。援軍が来るまで持ちこたえてみせるよ。あと何度戦えばいいのかしら。トゲばかり磨いて花は残ってるかしら。多少は使えるようになったね。血塗られた道、私が切り開きましょう。自慢にはなりません。先制奇襲、有利思います。これで邪魔はなくなりましたな。戦場に立つ以上、覚悟はできている。死なずに済んだ。さあ次だ。ええ、任せてちょうだい。戦場を広く見なくても。アドラステア皇帝、マイル。掃除に行くぞ。よっしゃー、行くぜ。あれ。全力で行く。だが私は一歩も引かない。勝負は時の運。先制奇襲、有利思います。血塗られた道、私が切り開きましょう。陛下の敵は殺すだけです。あと何度戦えばいいのかしら。アドラステア皇帝、マイル。戦場に立つ以上、覚悟はできている。
今の私の舞台はこの戦場。ええ、任せて。戦場を広く見なくては。これで戦える。掃除に行くぞ。よっしゃー、行くぜ。遅れんじゃねえぞ。全力で行く。ドラーと進められているね。いい経験を得られたね。立ち下がる者は必ず撃つ。アドラステア皇帝スマイル。私が負けるわけにはいかないの。先制奇襲、有利思います。血塗られた道、私が切り開きましょう。自慢にもなりません。あと何度戦えばいいのかしら。油断しない方が良さそうだな。ありがたい。これ、任せてちょうだい。これで戦える。勝たなければ生き続けられないもの。戦場に立つ以上覚悟はできている。掃除に行くぞ。よっしゃー、行くぜ。戦場を広く見なくては。はっ、甘い。仕留める。穴を開けてやったぞ。強く。馬を守れてよかったわ。私、甘い。よし、死んだな。ジュディットさん、無事ですよね。
クロードに頼まれて援軍を連れてきました。なんで僕ちゃんまであのインチキ名士の命令に従わなきゃならないんだか。つべこは言わない。あんただって同盟貴族の端くれの端くれだろうが。敵の増援間に合わなかったわね。弓砲台を奪われないよう注意して。未来のためも悪くない。あんたらはみんな師匠の仇だ。私は絶対に引かないよ。僕はクロード君たちと一緒にオドラの未来を作るって決めたんだ。で引いちゃ話にならねえ。運も実力のうちだぜ。あんた、はっ、でや。ジュディットさん、ごめん。あとは頼むね。レオニー、まだこれからだってのに。私が代わってやれりゃ。こんなところで死ぬ気りはないよね。やっぱり僕ちゃんは帰らせてもらうよ。
助かるぜ。いい子が早すぎるよ。今の私の舞台はこの戦場。全力の油断しない方が良さそうだな。死なずに済んだ。さあ次だ。ここが限界か。クロード、悪いね。守りきれなかった。撤退だ。ついてくれる奴はついてきな。逃がさないで。ここで彼女を撃てば一気にダフネル領を抑えられる。そうして初めて同盟領内での安全な行軍が可能になるの。返すことはできないから。また戦場に立つ以上、覚悟はできている。ここは策を使う。勝負は時の運か。嬉しく
と思います。感謝する。よっしゃ、行くぜ。邪魔する奴は残らず撃つ。私もここまでか。クロード、すまないね。野望の実現、同盟の将兵よ、ジュディット卿は撃った。これ以上の抵抗は意味をなさない。降伏すれば命は助けるわ。速やかに武器を捨てなさい。みんな、素晴らしい戦いぶりだったわ。これで同盟領への足がかりができた。帝国軍はアミッド大河を越えて戦線を大きく押し上げられる。戦いは続くけれど、今はこの勝利をみんなで喜びましょう。これでエーデルガルトの口癖が一つ減ってしまうな。さすがだよ先生。あと一押し何かあれば一気に戦局を傾けられるのにというやつさ。フェルディナント、そんなことは教えなくていいのよ。ガッハッ、俺たちだけじゃねえな。帝国軍みんなが勢いづくぜ。これで帝国の両輪が揃ったということ、あなた自身もそう思いますよね。それだと私だけでは帝国はやっていけないということになるわ。せめて天魔が角を得たと言ってくれる。ラフネル家の当主ジュディットさん、立派な人だった。昔のように先生と一緒なのは嬉しいけど、命のやり取りは何度やってもなれないわ。譲れないものあるときぶつかります。戦い必要なのです。戦い続けて5年経ちました。改めて私、先生の凄さ気づきます。私、戦いは嫌いですけど、先生がいたら少しだけ。いや、無理かも。でもみんな頑張ってますもんね。私だけ弱音なんて吐けません。みんな前向きで素晴らしいですな。先生との再会は彼らにとっていい発奮の材料となったようで。あなたにとっても
でしょ。素直じゃないわね、ヒューベルト。この勢いに乗って兵を進めるわ。まだまだ先は長いのだから。効果の章、守護の説、卓上の鬼神。同盟軍を破り、ミルディン大橋を制圧した帝国軍は、名手クロードの本拠デアドラを制圧すべく準備を進めていた。先生はクロードのことを覚えているかしら。どんな印象だった？そんな印象感じたこともなかったわ。でもあなたの目が確かだったのね。彼は名手となってレスター諸侯同盟領の全てを守ってきたのだから。同盟領は当初から新帝国派と反帝国派で真っ二つに意見が割れていたの。けれどその裏でクロードは全諸侯を取り持ってまとめ上げていった。二つの派閥の勢力を均等にした上で互いに被害が増えないよう示し合わせ、小競り合いを終始演じることで帝国の介入を最小限にとどめてきたのよ。よくもそんな危うい方法を実行に移したものですな。白氷を踏むがごとき策、一歩間違えば同盟が崩壊しかねないというのに。それはさておき、エーデルガルト様、リーガン領侵攻を急ぐべきかと。どうやらそのクロードがまたよからぬことを企んでいるようでして。クロードが？はい、領とデアドラの人の出入りがにわかに激しくなっています。戦いの準備を進めているのは無論ですが、他に何やら策があるのではと。早急にデアドラを落とすべきではないでしょうか。デアドラ、通称水の都。海に浮かぶ攻めにくい都市ね。リーガン領の奥深くにあるせいで直接兵を向けられないでいたわ。けれどミルディン大橋をようやく落とせたことで状況は変わった。帝国から兵団線を伸ばすことなくリーガン領に攻め入れる。リーガン家、そしてクロードは反帝国派の同盟諸侯の旗印。リーガン家を滅ぼせば諸侯は雪崩を打ってこちらに着くでしょう。そのためにもデアドラ陥落という事実が必要不可欠なのです。気楽に言いますな先生。貴殿はあの者をどう評価していますか。新しき名手クロードは世間ではこう呼ばれているのですよ。頭脳を戦わせれば負け知らず、卓上の鬼神と。